坂井隆則は、日本の政治家、元大倉官僚。元自由民主党所属。2021年10月17日に投開票が、行われた佐賀市長選挙に初当選し、第5代佐賀市長に就任した、坂井秀隆は長男である。佐賀県出身。佐賀県立佐賀西高等学校を経て、1970年。 国家公務員採用上級講習試験合格。1971年、早稲田大学政治経済学部卒業。同年、大倉省入賞、国際金融局短期資金課配属。入賞同期に、藤井秀と、福田進、高木昌吉、吉田和夫、酒井健、志賀桜、森田義則、久保野真嗣田村義夫、山本幸三など。 1976年7月12日、板子税務所長。1977年横浜市財政局に出向。1979年大倉省主計局、主計企画官補佐。1982年大倉省主計局、主計官補佐。1983年6月23日、中国財務局理財部長。 1985年5月16日、大倉省大臣官房企画官。同年、退官。翌1986年の第38回衆議院議員総選挙に、佐賀県全県区から自由民主党公認で立候補するが落選した。1990年、第39回衆議院議員総選挙に無所属で立候補し、初当選。当選後、 自由民主党安倍派に所属。以後4回当選。1996年から選挙区は佐賀一区から立候補することが決まった。同年の第41回衆議院議員総選挙では、新進党の原口和弘に敗れたが、比例九州ブロックで復活当選した。4年後の第42回衆議院議員総選挙では原口を抑えて当選した。 1996年1月、第1次橋本内閣にて、労働政務次官に就任。2000年12月、第2次森改造内閣にて、総理府総括政務次官と、経済企画総括政務次官就任。2001年1月、中央省庁再編に伴い、第2次森改造内閣にて、初代内閣府副大臣などの担当就任。 2003年に行債権事件が引き金となり大手人材派遣会社から献金約1億6800万円を不正処理の政治資金規正法違反容疑と公設秘書給与約2400万円を国から騙し取った詐欺容疑で東京地検特捜部から捜査を受けたその際に議員会館で書類をシュレッダーにかけたり 自宅で書類が燃やされるなどしたため、証拠隠滅の恐れがあると判断されて、逮捕許諾請求が行われ、衆議院本会議で逮捕許諾決議が可決され、東京地検特捜部に政策秘書であった塩野谷明と共に逮捕され、自民党から除名処分となった。3月25日、衆議院本会議で議員辞職勧告決議が可決されたが辞職を拒否した。 ため、同年10月10日衆議院解散までの約7ヶ月間議員として在職した。12月18日に保釈金2000万円で9ヶ月ぶりに保釈された。裁判で、酒井は献金先は自分が代表を務めた政党支部で資金管理団体の虚偽記載は成立しないと主張したが、2004年10月、東京地裁は秘書給与差しと、 政治資金規正法違反について、直接指示を出すなど、主導的役割を果たしたとして、有罪を認定し、懲役2年8ヶ月の実刑判決が下った。判決では、政治資金規正法違反について、支援企業の社会保険料未納などで口利きを、行った見返りに、多額の寄付を受けたと闇献金が賄賂性を帯びたものと、認定された。控訴するも後に自ら取り下げ、 刑が確定した。2017年5月17日、佐賀市内の自宅で大腸がんにより死去。69歳没。坂井隆則氏が死去元衆院議員。日本経済新聞。 https://r. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ d g x l a s j c 1 8 h 4 0 y 7 a 5 1 0 c 1 0 0万2017年5月18日、閲覧経済財政政策担当副大臣、坂井隆則ウェイバックマシン共同通信、2013年12月18日、朝日新聞2004年12月24日、 坂井隆則さん69歳イコール、元衆院議員、元、副内閣省。毎日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュに0 1 7 0 5 1 9スラッシュ k00 スラッシュ 00m スラッシュ060スラッシュ 11700c2020 年1月23日閲覧。 坂井隆のりしし巨字 .com 2017年5月18日。ありがとうございます。